影、おいしそう。ああ、 おい、何するつもりだ、ヒサ。いただきます。うわなんか頭がぼーっとするわ。カレコレ屋に来るなりいきなり倒れるから驚いたぞ。はぁ、まさか昨日から何も食べてないなんて。腹も減ってなかったし、調子も悪くなかったからさ。もう気をつけなよ。って言われてもな、普段から食欲あんまねえし、気をつけようがねえんだよな。なら、これを使ってみるのはどうだ。んだそれ。食欲増進の薬らしい。消費期限が近くて処分しないといけないらしいから、オーナーがくれたんだ。かなり効果があるらしいぞ。いいよ、めんどくせえ。そんなこと言ってるから倒れる。うん、おいおい、ひーちゃん、食い意地張ってるからそうなんだぜ。少しは俺を見習えよ。うるさ。うん、それ飲んだら、お前やったな。あー、私のバカ。お腹の音が鳴り止まない。大丈夫か？やばいかも。お腹が空きすぎてなんか胃が痛い。かなり効果あるって言ってたよな。やべえんじゃねえか？俺はオーナーに相談しに行ってくる。影長はヒサメを見ていてやってくれ。あれはうちの店に卸してるだけだからな。効果を打ち消す薬なんて知らんな。そうか。一応制作者に聞いてみるが、忙しいやつだから連絡がつくかも怪しいぞ。とりあえず頼む。というわけで、すぐには治らなそうなんだが、テーブルにあった料理はどうした？ヒサが全部食っちまったんだよ。かなり多めに作ったぞ。体はなんともないのか？いっぱい食べたら落ち着いたよ。とはいえ、このままでは困ったな。もう効果が切れるまで待つしかないんじゃね？そうだね。はぁ、ほんと、意中の道具の扱いには気をつけないと。あれ、おかしいな。さっき食べたばっかりなのに、まだお腹が空いてるみたい。確かパン買ってあったよね。さて、宿題でもやっておこうかなって。ん？なんかまた空腹感が。これやっぱ薬の効果だよね。もう一個パン食べちゃおうかな。もう食べれない。でもお腹が空いた感覚がずっと胃にある。気持ち悪い。でも食べないと空腹感は紛れないし。またもうお腹に入らないのに。でもここで食べたら胃が受け付けなくてまた気持ち悪くなる。もう寝てごまかすしかない。なんか空腹感が強くなって胃がキリキリしてきた。ダメだ、全然眠れないよ。はぁ、明日学校なのに深夜に何やってんだろう。眠い。食べてもすぐお腹空くから全然眠れなかった。しかも昨日からずっと何か食べ続けてるせいで胃が重い。嘘でしょ？朝も無理やり食べてきたのに。空腹感のせいで気持ち悪い。なんか胃が熱くなってきた。授業にも集中できないし、頭もぼーっとする。もう。すいません、先生。どうしました？体調が悪いので保健室行ってきてもいいですか？授業サボってまで何やってんだろう。やっぱ全然入らない。でも食べないと授業も受けられない。お昼だー。ひーちゃん、一緒にお昼食べよう。あ、ごめん、ミキノリコ、私ちょっと用事あって。そうなのか？残念。ほんとごめんね。飽きそうになりながらしか食べれないのに、ミキやノリコと一緒に食べるわけにはいかないもんね。またあの苦しい空腹感が。無理やり水で流し込んじゃえ。こんな一人ぼっちで食べたくもないのに食べて。ああ、そうだ。じゃあシディ、頼むわ。胃がムカムカする。喉になんかつっかえてる気もするし、全然美味しくない。あれ、なんか暗く。ヒサ、おい、ヒサ。あれ、私急に意識が遠くなって。お前2時間おきとかに飯食ってるだろ。え、
細かく飯食うと急激に血糖値が上がるから、その後急激に下がるせいで気絶しやすくなるらしいぜ。調べてくれたの？調べたってほどでもねえよ、ネットで見ただけ。同じことやってるとまた倒れるぞ。でも食べないと空腹感で頭おかしくなりそうだし。あ、チャイムが。とりあえず授業は出ないと。いや、もう家帰って休めよ。でも帰っても苦しさは変わんないし、授業受けてる方が気が紛れるから。あ、またお腹空いてきた。何か食べないと。あれ、食べちゃダメなんだっけ？よくわかんなくなってきた。次の人を解いて。今何も持ってないんだよね。何食べよう。何か食べるもの。あ、ヒサメさん。ヒサメさん。はい。聞いていますか？すいません。え、私今何しようとしてた？やばい、もう絶対空腹になっちゃダメだ。お腹も喉も痛い。食べ過ぎると胃とか食道に炎症を起こすことがあるってどっかで聞いたから、それかな。でもお腹が空いて頭ぐるぐるする。ああ、もう無理。何でもいいから食べ。おい、ヒサいるんだろ。あ、おいおい、大丈夫かよ。ヒサ。お前何やって。影、美味しそう。はあ、おい、何するつもりだ、ヒサ。いただきまーす。あれ、私何して。なんか影の声がした気が。あ、何これ、なんで血が。あれって影の、なんで。影、美味しそう。はあ、おい、何するつもりだ、ヒサ。そうだ、あれは私が。いや、嘘。いやー、なんでこんなこと。影。おい、ヒサ。影の声がする。ごめんなさい、私そんなつもりじゃ。おい、勝手に人を殺すなよ。え、その様子じゃ正気に戻ったみてえだな。たく。影の幽霊？化けて出た？まだ生きてるわ。化けてもねえし。ほら、足ついてんだろうが。え？でもこの血は。ああ、後で掃除しなきゃだな。とりあえず今はカレコレ屋に行くぞ。え？これがもらってきた効果を打ち消す薬だ。悪いな、わざわざ薬の製作者を探させて。これぐらいはさせてくれ。もともとあの薬を持ってきたのは俺だからな。ほら、ヒサ、これ飲んどけ。うん、ありがとう。ほんと、なんかやらかす前に間に合ってよかったぜ。本当に私何もやらかしてないの？てっきり影のこと襲っちゃったのかと。あれはな、そういう風に見せかけたんだよ。血液パック？じゃああれって。俺の血じゃねえよ。お前食欲で正気を失ってたからな。だからそれを上回るぐらいビビらせれば意識が戻るかもしんねえってとっさに思いついてやったんだわ。さあ、ご飯にしよう。ご飯が美味しそうに見える。ちゃんと薬の効果は切れたみたいだな。うん、食欲湧きすぎて辛くなったりしてないよ。影千代も食べるか。ああ、腹減ってねえし、いいわ。いただきます。満腹の中ずっと食べ続けていたらしいな。ご飯を美味しく食べられないのは苦しかっただろう。うん、本当に辛かった。ずっと胃が重くて。でも一番辛かったのは誰とも一緒にご飯を食べれなかったことかな。そうか。やっぱ腹減ってきたから食うわ。うん、みんなで食べよう。カゲ。ああ、ありがとね。それにシディもいろいろとありがとう。気にするな、俺は美味しそうにご飯を食べるヒサメが好きなんだ。それじゃあ早速いただきます。見てくれた君が大好きです。チャンネル登録してね。